の普通のツインで作ろうと思ったけど、普通のツインバナナ買ってきた。バナナいいエアカンでやばい。戦闘態勢元気だったん？ポーズ。100回目おめでとう。作ります。餃子。餃子さ、これ焼くだけなし。なんか他にも作ろっかな。なんか提案してあるのは豚肉と牛肉と人参と玉ねぎとほうれん草と卵と豆腐。あ、ご飯炊いた。エプロンファンの方にもらったので着てみました。紙入れてないよ入れてないよ。火つける前に並べる。え、そうなの。まあとりあえず作っていきますか。そんなお腹減ってないけど。お腹減ってないけどさ、これさ絶対さ全部やらなあかんやつやんな、一回で。一回でして、一回でやって、中学生じゃないです。やきもき、やきもき、食べよかった？あ、残しても大丈夫なの？え、これ全部じゃなくていいん？だってさ、写真を見て、写真ほら、全部になってる。水の量とかわからんやん。あ、水いらんのや。水いらんからほんまに焼くだけで死ぬんやけど。とりあえず開けてみてどんな感じか見ます。氷の匂いがする。並べます。え、餃子ってどうやって並べるん？残したら、残ったら冷凍できる？できひんか。綺麗に並べなあかんよな。マジっすよ、並べ方。オッケー。賞味期限はなんか冷凍やから大丈夫って勝手に思ってる。やばいかな。え、すごい見て、これ残したらどうなるん？で、残ってるやつをさどうやって焼いたらいいん？こんなに食べられへんと思う。まあ、残ったらいつでも食べれるからな。大丈夫。はい。で、並べました。並べた。これさ、もう全部焼いてもた方がいいんじゃん。多分全部焼いてもた方がいいと思うな。多分明日も夜ご飯餃子にすればいいやん。ちょっと嫌やけど、それは一日で食べない。やばい。でもお皿に乗らへん気がする。フライパンに乗せて乗るかな。お皿に何これ。あー、水がついてるんや、この餃子。そういうことね。え、すごいすごいすごい。すごスイング。はい、じゃあ水つけます。あ、水じゃねえや。え、何火？何火？何火？見ます。中火で5分やって。やばい、変身使えない。5分経ったら教えてください。中火3、4ぐらいか。え、大丈夫これ。
そのまま水気を飛ばすなし。フライパン蓋しないらしい。これ凍ってる。凍ってる場合はどうしたらいいんですか。お湯に溶かせばいいのか。何作ろう。他なんか作るか。冷凍できる。なんか提案して。誰か提案してください。誰か提案してください。何作ろう。迷うね。ウインナーない豚肉と牛肉と人参と。応援企画料理配信宣伝してくれたんだ、ありがとう。 Thank you。 バナナ。なんか臭い。チャーハンいいね。チャーハンにしよう。ありだ。チャーハンでも何入れるの。やばい、怒られる。5分、ちゃんと5分やんないと。冷凍ご飯もあるし、ご飯バナナ焼かない。バナナは朝ご飯に食べる。卵ある。ネギない。卵ご飯。ネギない。ネギいらない。あっても。鶏ガラスープの素ない。醤油と、ケチャップと、醤油とケチャップと、胡椒と塩しかない。塩胡椒あるよ。玉ねぎある。人参ある。なんかさ、人参見たらオムライスやだ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 。ベーコンないもん。ウインナーもないし。待ってるだけやん。何を作ってん。作ってる風にしとこう。なんか変な音。するやろ。大丈夫。これ焦げないのかな。あと2分ぐらい。あと2分です。楽しみですね。 お皿持ってこないと。優勝。イエーイ。エプロン可愛いでしょ。プロミさん、可愛くない。プロミさん可愛いんです。プロミさん可愛いね。だるまだ。お花だるま。ブクブク言ってる。今から水分飛ばします。中火でさ、水分飛ばして書いてあるから。
なんか焦げてる。なんか一部だけ焦げてる。え？ねえ焦げないね。動かさない方がいいんだよね、これ。水分まだ飛んでないもん。水分飛んでくる、早く。カリカリでもいいけど、苦かったら嫌やん。火消さないよ。まだだって。え？怖いから弱火にしよう。え、怖い。え、焦げてないよ、まだ。匂いしない。え？だってまだ水分あるんだもん。え？怖い。水分だけど、水分あるけど。本当に水分飛ばしてくださいって書いてた。あとちょっとっぽい。え、なんかちょっとだけ焦げてる。3つぐらい。3つぐらい焦げてる。え？怖いからフライパン揺すってる。な、でもいい感じかも。でももうちょっとな。もうちょっと。わかんない。え？一旦消すか。え、怖い。焼けてる？本当に。触るなんか硬そうだよ。焼けてないんだけど、ちょっとだけ。え？なんかわかんない。蓋いるの？蓋閉めてみよう、じゃあ。蓋閉めてみます。なんか焼けて、あ、反対も焼くのかな。あー、ちょちょ、一旦、はい、一旦お皿に移すね。え、怖い、どうやって移すの。お皿置いていい？この上にこうやって乗せていい？蓋焼かないやつ。え、どうやってや、書いてある通りに使う。違うって、蓋がさ、いらないやつなの。ほんとだよ。いきます、せーの。え、なんかまばら。反対も焼くか。このまま裏向ける。え、見て、でも美味しそうじゃない。でもなんかちょっと、なんか大丈夫？ねえ、焼けてる？これ、焼けてんの？これ、でも見て、ここら辺、ここら辺見て、ここら辺ちょっと怪しくない？なんか、羽味しない。もうちょい焼く？え？端っこ半生なの？どうやって焼けばいいの？じゃあもう。チンする？レンチンする？え？でも熱いよ。いける？もういっか。もういいや。何作ろう？次。なんかいいのあるかな。とりあえず卵じゃん。卵賞味期限やばいから、多分過ぎてるから、
卵使わないとだし、卵以外はレナが食べたいのはほうれん草。卵とほうれん草でさ、なんか作れるもんある。え、待って待って待って、やっちゃった。え、ねえ、なんで餃子最初に焼いちゃったの。冷める、冷める。チャーハン、チャーハンだ、それだ、チャーハン行こう。でも卵チャーハンしか作れない、ネギ嫌いだもん。どうしたらいい。え、じゃあやってしまった。見て、先にやっちゃった。レンジの中に入れときます。何作ろう。チャーハン、ご飯あるよ。卵とほうれん草。え、ほうれん草にチャーハン入ってる。入ってないよね。炒め物できる。え、そうなの。何、え、お肉いる。お肉って何肉。え、チャーハンか炒め物もう一個作るか迷う。え、チャーハンか炒め物もう一個作るか迷う2回言った。え、今日さ、え、今日ね、いた、今日見てこれゲットしたの、これけど、あのお菓子入れにこれも1個食べて収納パターンでした。ちょっとあんまりだった。あんまりっていうかレナには。え、チャーハン、え、スープは作れない、あれがないんだよね、調味料がそんな揃ってなくて。え、ほうれん草にチャーハン入ってなくない。入れてもいい、別にもうまずくないよね、入れても。そこ気がした。え、入れてもまずくないよね。え、待って、迷う、どうしよう。一応アンケート取ろう、投票を取ろう。1番チャーハン、2番炒め物で、あ、ほうれん草ひたしありだな。1番チャーハン、2番が焼くやつ。卵焼きにほうれん草、あ、ありすぎる。うわ、ありだな。でも卵焼き作れない、フライパン。何炒める。フライ、ほうれん草と卵とお肉。生姜焼きおじさん彼氏ね。生姜焼き作りたいね。いつ作ろうかな。暑いよ。生姜焼きいつ作ろう。え、お肉あるよ。牛肉もあるし豚肉もある。1回か2回、1回しか使ったことない。なんかお母さんが一人用に分けてくれて冷凍してる。あ、じゃあ終わります。え、わかんない。めっちゃギリ。じゃあチャーハン作る。チャーハンじゃん。いや、それな。めっちゃ絶対みんな2つ入れたじゃん。どっちも。ねえ、絶対両方投げたよね。チャーハンどれぐらい？チャーハンと、チャーハンに何入れたらいいの？チャーハンで何入れたらいいの？おっつん、チャーハン頑張って。おめでとう。今から作るよ。ネギない。卵と、あ、オッケー、任せろ、任せろに。冷凍しちゃってもいいもんね、あれに関しては。え、待って、っていうかさ、ご飯炊いたけどさ、チャーハンなら冷凍ご飯でよくない？冷凍ご飯あるんだよね。
でもどうせ炊いたやつも冷凍するのはどっちでもいいか。いいね、どっちでも。あ、餃子がいた。何分？これと、ちょ待って、バナナ買ったんだけどさ、バナナの気持ち困るんだけど、熱やっちゃダメじゃん。ちょ洗濯機の上に置いとこう。洗濯機の上に置いてきます。で、問題は餃子絶対さ焼いた方がいいんだけど、もう一回なんか食べてみる。タレがまだなんだよ。いや絶対まだじゃん。焼こう、もう一回焼いていい？餃子焼いていい？え、なに？はぁ、餃子焼く、焼く、餃子もう一回餃子もう一回いきます。ほうれん草と、ほうれん草と、あとご飯だね。ご飯もう一回焼くことにしてみる。怪しいから、なんか怪しい。あにゃ、バナナいるんだけど、ここにバナナいます。ここにバナナさんいます。ほうれん草の3つの言葉、報告、連絡、掃除です。どうしても縄っぽくなっちゃうんだ。そうなの、いまーす。腐っちゃうじゃん。冷蔵庫入れようかなと思ったけど、冷蔵庫入れたら茶色くなっちゃうんだよな、だからやめた。今はお肉解凍中。あ、相談か相談ね。よし、いい感じじゃないですか。いやー、弁当すぎた。ねえ、もっと、ねえ、もっと、もっと焼きすぎた。レンジで肉レンジで肉焼きすぎたぞ。やってしまった。どうしよう。やっちゃったんだけど、やっちゃったよ。焼きすぎてさ、焼きすぎた、焼きすぎた肉。そういう時もあるじゃん。まあいいよね、そういう時があっても、そういう時があってもいいです。いい感じじゃん。待って、焦げ臭い。やばいやばい、これやばい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 、煙煙煙煙。で絶対焦げた。あー、焦げた、くさい。待って、まあいいじゃん。 1,2,3,4 4焦げです。4焦げ。くさ、でも最悪。じゃあ次はお肉入れて、油だね、油、油と餃子1位にいてほしい。ちょ、冷蔵庫の上置いたぞ。餃子も、餃子も冷蔵庫の上置いた。あとなんだっけ、ご飯だ。あ、違う、以上で。炊き油、卵だ。え、チャーハン作ったことない。え、チャーハン作ったことないんだけど大丈夫？レナでも作れる？じゃあ、あの、あれがないから、あれがないんだよね。なんだっけ、
あの、あれがないの、しゃもじじゃなくて、あっちいな、うわー、やばい、散乱した、散乱した、散乱した。はい、だからしゃもじで混ぜます。ちょっと待って。オッケー、来た。あ、いい感じだよ。結構。なんか肉が硬くなっちゃった。はい、来ました。どれぐらい？まあ適当です。え、セットだったの？マジ？あんなこと言わなければ。結婚していいよ。先卵、先ご飯だね。先ご飯だよね。え、先卵なの？ご飯でしょ。ご飯じゃないの？あ、ご飯とも卵ほぼ一緒。結婚しよー。忙しいけどね、結婚できますから。え、ちょっと待って、じゃあどうしたらいいの。え、ちょっと待って、一旦切ろ。ご飯入れます。え、卵なんだ。え、そうなの。え、そうなんだ。ありがとう、友達にあげました。友達絶対助かってるじゃん、それ。だいたい動画で見るのは先に卵なんだ。え、そうなんだ、先に卵なんだ。え、じゃあ先に卵入れるわ。入れます。ご飯も用意しとかないと。え、卵何個、え、卵何個入れたらいい。卵何個。え、待って、これさ、卵って溶かして入れないとダメだよね。うわ、だるー、ちょっとだるいな。お箸いるじゃん、絶対。一個ね、原因。ご飯もなんだよねー。これ、お茶碗買ったんだよね、ちゃんと。買いました。卵。やめとこ。できた。卵できました。え、見て、タオル可愛いんですよ。タオル、洗面台のタオル可愛いでしょ。で、混ぜますね。じゃあ、チャーハンって何入れたら美味しいんだろう。あ、なんかライブになってます。チャーハンってさ、何入れたら美味しいの。卵混ぜます。これで混ぜるんかいって感じだけど。あ、そう、味付け、味付け、味付け、そう、味付けってさ、塩コショウと、あ、いいじゃん。塩コショウだけ？醤油入れる？ちょっと。ウェイパーがないんだよね。そう、ウェイパーがあればね、何でも美味しくなるんだけど。
え、怖い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 。でで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 、ちょっと待って、一回止めます。ご飯もう入れちゃおう。ご飯ご飯ご飯、待って、混ぜてない。もっとこっち混ぜよう。さっ、待って、怖っ。どうしようこれ。はい、ご飯入れますね。入れました。で、混ぜればいいんですね。はい、オッケー、もう完璧だわ。完成します。え、やばい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 、やばいよみんな。これ普通に普通になんかチャーハンっていうかこういう食べ物あったっけみたいな。醤油入れる？醤油入れる？醤油入れんの？味付け今んとこ胡椒だけなんだけど。味付け胡椒だけ。何入れよう。味見する。塩胡椒だから大丈夫。塩も少し入ってる。と、醤油ね。待って、醤油あったっけ。ありました。醤油、え、ケチャップ入れんの。これ、いける。え、みんなに食べさせてあげたい。レナのご飯を。え、マジでみんなレナのご飯食べたい。入れすぎた。そう、醤油これです。たくさん入れた。一周ぐらいかな。ちょっとだけだよ。でも味見してみる。え、なんかわかんない。え、ちょ、一旦見てほしい。見て、見える。あ、こっちに見せた方がいいのか。え、え、え、おいしそうじゃん。え、おいしそうでしょ、これは。いや、普通にうまそうだから。ないないです。なんか基本的なあれしかない。え、おいしそうでしょ。いやいや、おいしそうっていうか絶対おいしいからね、これは。でもこれ絶対半分冷凍パターンなんだけど。はい、完成。完成したんですけど、これは、あ、一旦こっちにやっといて、ちょっと食器洗います。卵入れたからその食器焼き洗うわ。え、待って、めっちゃ美味しそうじゃない。めっちゃ美味しそうじゃない。めっちゃ美味しそうでしょ。ねえ、天才かも。普通に天才っていうかさ、なんかすごいね、私。はい、払いましたので。ダメだ、これ使っちゃダメなんです。はぁ、あ、はぁ、あ、払してあげるよ。天才だから、天才だから、ね、はい。え、これでさ、え、ちょ、もう俺の天才のやり方やっていい。
か。でもお皿使うのもったいないな。どうしよう。もういっか。じゃあ入れまーす。お茶碗に。お茶碗初めて使うかも。待って、え、お茶碗じゃないこれ。あ、間違った。間違った。これは味噌スープ用なんだ。間違っ、餃子のやばい。間違ってのしちゃった。味噌スープ用のやつに乗せちゃった。あのあれをなんか半分ほうれん草の匂いみたいな感じだね。大丈夫かな。天才だ。あと冷凍します。冷凍するために。全然コメント読んでなくてごめんね。サランラップですよね。熱っ。熱かった。普通に熱かった。で、ラップにのせます。いや完璧すぎてごめん。な。やばい。見て、チャーハンおにぎり。ミミみたい、ウサギみたいな。あっつつつつ。ってことで、あったかいうちに入れたらダメらしいから、あの てかさ、餃子のタレ、あ、乾いてるやん。今日の味噌汁いるかな。ナス。餃子多分めっちゃ冷えてる。お尻みたいなおにぎりができました。まあこれはね、お味噌汁はさすがに、お味噌汁はちょっとお味噌がないから作れへんねんけど、後ろからバナナと餃子に見られてる。見てくださいよ、じゃーん。ねえ天才。あ、あとひじき。野菜大事ってこととひじきもあるんですよ。はい、味噌汁もちゃんと作れるけど、今は作らへんだけ。今は作れるけど、だしがあれもしょうゆベースでいいんじゃない。あ、スープか。味噌汁じゃなくてスープ系ね。ウェイパーいるよな絶対。初見さん、スポーツ女子やったのに可愛いの似合うんな。え、なんで初見さんなのにスポーツ女子って知ってるんですか。嬉しいのに反発。なんで知ってるんですか。え、6月1日です。ひじき6月1日。まあ、健康女子なんで、
ちょっと洗いますね。お皿洗います。普通に洗い物溜めててさ、やばい。あと2つ洗い物がある。時のホットケーキの匂いがする。そう、作りながら洗い物する派ですね、私も。じゃあひじき入れます。でこれ、お、絶対一人分ちゃうやろ。餃子冷凍できるやんな。焦げの匂いがする。え、待った、天才、行くで。ほら、これとあとはお味噌汁作りますからね。天才やと思う。行くで、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 見とってな。お味噌汁ちゃんと一から作りました。でチャーハンやろ。ひじきもちゃんと海行って取ってきて、で餃子もちゃんと包んで入れました。天才って呼んでもらっていいですか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 。え、やばない。え、天才じゃない普通に。え、すごない。え、マジちゃんと海行って取ってきたんや、このひじきに関しては。餃子のタレのかけ方分からへんねんけど、適当でいい。でも餃子タレかけてもったらさ、冷凍できん、あ、冷蔵でいっか別に。どこの海？え、あそこ、あそこ握手会の時に海近いやんか、そこ。そこですね、実は。そこにちょっとわかめ、あ、ひじき取りに行ってました。やばい、やばいで、え、マジやばい。行くで、え、行くで、行くで、行くで。まずこれやん、味噌汁とひじきやろ。見て、え、天才。天才かも、やば。味はまだ食べてないので分かりません、分かりません。え、写真撮るわ。ちょ、ループループ写真撮った。え、ちょ、みんなにも見せたいんやけど、ちょっと無理やった。多分みんなには見せられへん。多分みんなには見せれません、角度的に。外髪にできひん。熱い熱い熱い。じゃあ畑に取りに行ったナスビ。
あつお、うん、メールで送るわ。メールで送れます。ええちょ餃子やっていい？なんか端っこもさ、なんか焼けてなさそうなやつ食べるな。大丈夫？絶対やばいって。焼けとんかな。なんか冷たくてもさ、なんか分からへん。いただきー。ん？ん？なんか甘い。なんか甘いかも。なんかパリッとしてないけど。なんか多分もうちょっとだけ焼ける。星500で。あちょじゃあまずさ、自分が、いや自分で海に取りに行ったひじきさん。完璧ですね。間違いないとかやめてよ。間違いないとかやめてよ。お茶おいしい。えなんかあそこの味がする。握手会の時に行った愛知県の海、なんか作ったら満足してもた。チャーハン食べるわ。まだ食べてないから。チャーハン匂いがちょっとあんまり普通ですね。なんか多分冷凍のさ、冷凍のほうれん草入れとうから、なんか匂いが多分広まってもて。うそ。あ、いや、え待って、うん、美味しい、美味しいけどなんかちょっとだけ薄いかも。でも結構胡椒入れたつもりなんやけど。え美味しいけどウェイパー欲しいな。ウェイパー。うん、うん、健康的なんだよ。健康的なんだよね。まあ、お味噌汁に関してはまあなんていうん、ほんまに美味しい。ほんまに美味しいから。えマジ料理女子やで。後でさメール送っとくわ。今日のご飯の、今日のご飯のメール。えウェイパー絶対いるよな。スープ、卵スープとかも作れるし。どうやの。信じてるよ。あ写真もいるね。えどう、今日のみんなからの評価は。レナはどうですか、課題評価得られます？どう、余熱連れてきました。もう終わっちゃった、作り終わっちゃった餃子です。あ写真撮ってみんな、写真。じゃ戻しとくわ。でもタレつけたから。結構しいよー。なんか汚ない。あやばいやばい、結構しいよー。何でもできる女なので。リップない。じゃあお皿見える？餃子の角度悪い。あ餃子近くにしたらいいんや。はい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 、どうですかこれで。
バッケージ写真バリオン一層ふいーふいーバリオン一層ですからいいんですよね。はい、いいんです。え、チャーハン見えんかった？じゃーんチャーハンでも味薄め、健康的チャーハンですから。え、どう？え、みんな今日のレナの夜ご飯は何点ですか？500点満点中何点？500点？600点？親子丼じゃないよ。違います。結婚して毎日ご飯作ってもらうの何かなってなりました。なんで？え、いいじゃん。お味噌汁もあるし、海藻もあるし、ご飯もあるし、おかずもある。よくない？天真だ。ビーフストローガノフ作れないです。なんかちゃんとしたもの作れないんだよね、レナって。なんか変なやつしか作れない。チャーハン美味しそうでしょ？チャーハン美味しそうでしょ？チャーハンどうやり方無理え、全然ダメじゃん。レナ店、レナ店いいね。結婚して取り消します。なんで200 いやいや500でしょ、どう考えたら。いやいや600点。いやいや500でしょ、普通に考えて、普通に考えて500でしょ。え、かけらの的には、え、700ぐらいかな。まあちょっと焦げたから700ぐらいかな。500万点中羽ほぼじゃないし、餃子だけだし、ほうれん草と豚肉とそうなんだよね、薄いというか、そう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 、そう薄くはないんだよね。ちゃんと塩コショウもあるから、塩味はしてるんだけど、ウェイパーいりますね。ウェイパー買おうか迷ってるんで、今一番迷ってる調味料っていうか、一人暮らし、一人暮らし物資はウェイパーでもそんな毎日作んないから、いらないかなって思ってる。そうなんだね、調味料ね、迷ってる。すごいじゃん。同じもの作って食べ比べんの絶対見た方が美味しいから言うけど。調味料何持ってる？え、最低限、本当に塩、塩コショウ、ケチャップ、あとなんだっけ、醤油、油とかだけかな。本当にそれだけだと思う。ソミシャントって何？初めて聞いたんだけど。マヨネーズね、持ってないですね。調味料としてあんま使うことなくない？あ、あとね、白だしで思い出した、なんだっけなんだっけ、ポン酢じゃなくて、そうめんのめんつゆ、めんつゆは、あのめんつゆはね、なんだっけ、欲しいって思ってるけどね、でっかいのしか売ってないからさ、絶対いらないなみたいな思ってます。うん、それめんつゆなんかあのお味噌汁はインスタントの味がする。みりんも欲しいけど思ってない。お魚焼いたことないよね、レナって一回も。スーパー行きたいんだけどさ、
めんつゆやっぱあった方がいい。あと砂糖もないの。砂糖ないんだよね。結構ね砂糖は欲しい。なんか味がさいつも一緒になるの。なんか甘辛くしたい時は絶対砂糖いるやん。けど塩コショウと醤油だけみたいな。砂糖ないんだよね。砂糖絶対いると思ってるんだけど。うん、魚も海から取ってくるよ。当たり前じゃん、そんなの。いや、お酢もちょっと前までね迷ってたけど、あんまり使わないかなみたいな。砂糖絶対いるよね。え、そう、砂糖絶対いるよね。砂糖いるよね。けどなんかみんなが思ってるほどマジでレナって本当に何にも作らないから、本当に作んない。だって久々だもん。なんかご飯とか食べたの久々。ちゃんとした。なんかみんなが料理配信してほしいってずっと言ってたから、なんか作るかって思って、なんか冷凍庫探ったら、なんかもうめっちゃ霜がついた餃子を発見して、でなんかめっちゃ前に引っ越した時ぐらいに買った餃子なの、これが。なんかなんかうん、めっちゃ前だよ。初見さんがびっくりしてる。え？いやいや、うん、冷凍庫だから大丈夫だって。で、え、マジでね、本当にマジで何も作ってない。え、大丈夫だって。絶対大丈夫だよ。冷凍庫だったら、冷蔵庫だと、冷凍庫だから大丈夫、絶対大丈夫だよ。5年ぐらい大丈夫じゃない。冷凍の話、冷凍食品なんて。でもさ、そんな眠ってないよね。レナ最近だもんね、こっち来たの。いつだったっけ、何ヶ月。え、じゃあさ、焦げのさ餃子食べるね。え、焦げ落としてみよう。焦げ落としたらさ、美味しいところが消えちゃうからやだよ。けど苦いのやだ、苦いのやなんだよね、レナ。焼肉もマジで焦げがあったらハサミでそぎ落とす。味落ちていい派だからね、冷凍でも。美味しくないよ、焦げは。苦いじゃん。解剖中、餃子解剖中。やべ、食べ物で遊ぶなとか言われちゃう、怖くて。言ってたら、え、マリ取れないんだけど。くそー、苦いの嫌なんだよね、本当に。わかる、お焦げ系苦く感じちゃう。最近免疫で見なくなった。私のことですか。解剖、餃子解剖。薬箱がまずないし。薬全然持ってない。多分必要かと。え、待って、苦い。さやねに言うわ、餃子解剖したんやけどって。え、どういうことっていう、絶対言われる。焦げを詰めて大量販売。焼いて気絶させた餃子さんは風邪ひかないもん。え、絶対真剣にね話してくれるよ、聞いてくれる。絆創膏ない、血出ないもん、天才だから。
何でもできちゃうお姉さんだから体調悪くならない。うん、握手会できた。はあ、ほうほう、苦味が苦手ですね。え、風邪ひかないよ本当に。虫に刺されない、強敵だから。紙で指切る、紙で指切っても3秒で治る、強敵だから。紙で指切ってもさ、絆創膏貼らなくない？すぐさ治るじゃん。アロアロやばい。まあ私は優勝レベルの女なんでね。はい、優勝レベルの女なんで。知ってますか？知ってました？アロンアルファってさ、なんか手くっついちゃうやつだよね。え、アロンアルファってあの強力なやつでしょ。俺中学の時にさ優勝ですから、優勝だから、普通に優勝だよね。中学の時に、あの部活の時に、学校終わって体育館に移動して部活の準備してる時に、なんか友達がなんか握手しようみたいな言ってきて、握手かなんかハイタッチみたいなやったんだよね。そしたら手にめっちゃアロンアルファつけてってやられて、しかも水で取れないんだよね。学校でさ水出ないじゃん、部活前だし。でも本当にやばかった、手やばくなっちゃって。そう、恨んでます。今でも、今でも恨んでます。やったことあるわ、恨みます。今でも恨んでます。その友達もすごいよね。なんかあの自分で自分にさアロンアルファたくさんつけてさ、大丈夫かいって感じだけど、え、多分お湯だったら多分取れるんだよね。だからなんかあのお湯が出る、お湯が出るところに行って二人で二人でトイレで、あのこうこんなんなりながら小指からみたいな。やばいよね。水のりはなんか手にのりをめっちゃつけて遊んでたことある、保育園の時からずっと。握手会でアロンアルファつけとこ。レナは何をね、手袋につけとこ。鍵開けの人だけ握手できるの。鍵開けにさんの人だけ。え、同類だよね。え、乾いて剥がすのめっちゃおもろいよね。ただそれだけの遊びを一人で図工の時間とかにしてた。そう、ダメージあるのみんなだけ。結婚しよう。だからまた家で電車。みんな鍵開け狙ってきてね、来てね。ねえ、こう切ったの横。たんだよ。来たの。来たの。
今日切ったの。そうなんですよ。本当にマジで、あの申し訳ないこと言っていいですか。ちょっと謝りますね。今日私はブログの日でした。ですが、ひじきを海に取りに行っていて、忙しくて、いや、え、覚えてたんだよね。覚えてたの。覚えてたんだよね。配信したじゃん、昼に、夕方に。で、その時は覚えてたの。その時は覚えてて、その時まで覚えてて。そう、ちょっと海が遠くて、あとなんかなんかサメと戦ってたサメにが泳いできて、レナがひじき取っとったら戦ってました。そしたら8時海上がって、よしよし、今日はブログの日、1秒たりとも今日はブログのことを忘れてないぞ。って過ぎてたんですよね。え、マジでごめん、ほんまに忘れた。え、ほんまにガチってちゃんと覚えとったね。はい、すいません、ごめんなさい。ごめんなさい。みんなメールの返信かかっとってな。多分バレとうけど多分バレとうけど、みんなメールの返信かかっとってな。もう回答人おるかな。え、マジで覚えとってん。え、マジでほんまに覚えてた。ほんまに、いや、それなメールの返信なボイトレ行ってて、でそこまで覚えとってんな。で何時までやったっけな、7時ぐらいまでやったんやけど、そこまで覚えとってん。で、あと1時間、あ、そうそうそう、あのな、で覚えとって、で雨降っとったやんか。でなんかボイトレ終わったら、なんかちょっとだけ雨が止んでたねんな。でなんか普通に歩けるぐらいやって、でな、歩いて帰り寄ったんやけど、なんかいつもちょっとレッスン場に行きたくて、でなんかなんていうん、なんかレッスン場ダンスしようと思って、ダンスしようと思って、で、いや言い訳ちゃうから、いや言い訳か、言い訳の糧ですね、確かに今、まあ、普通に聞いてほしい話で、何やったっけこれからブルガスでひじき取りに行ったって思ってで何やったっけ、歩いてたんですけど、街中を、街中を歩いてて、なんか右に曲がったねんな。そしたらなんかお寺みたいなのが出てきて、でレナは来た道を歩いてきた感じやったねんけど、なんかめっちゃなんかお寺に出たんですね。知らん道に出て、え、ここどこと思って、人が急に一気に減って、えみたいな。でなんかめっちゃ迷って、怖かったからブログ忘れた最初言い訳って、え、でもガチで迷ってさ、ちゃんと来た道来たつもりなんやけど、多分方向音痴すぎて
いろんな場所行ったなと思う。そう、食料調達してました今日は。はい、それな、3回までって言ったのに何回目ですかこれ。もうやばない、もうほんまにごめん、もう最悪、無理。なんか右に曲がったらなんか、めっちゃでかいお寺みたいな、で人がおらんくなったんよマジで。多分ほんまに人通りが、え、そう、迷子になってて、なんかあれずっと急に迷子になって、でなんかえと思って、で頑張って歩いたら、なんか地図見ながら歩いていったら、なんかタクシーの人にめっちゃ見られとってさ、こうこうこうみたいな。え、で何気づいて聞いてほしい、今日さこの格好でツインは不調したやったんやけど、ツインテールして前メロの傘もさして、あの歩いてたんですよ。栄歩いとったんやけど、まあ人が多いところな。で、いや地図はね、地図ありますよ。で、なんか怖いお話やんな。世にも奇妙でしたね。世にも奇妙な迷子。迷子でした。ただの迷子でした。どこまでが本当の話なのかわからん。サメは嘘でいいし、気を。いやいやいや、全部本当やって。全部本当です。で、こう歩いてたんですよね。そしたら、なんか前から、なんか怖い顔のおじさんが、イヤホンしとったんやけど、イヤホンしとって、なんか、なんか声かけられて、イヤホンしとって聞こえてないねんけど、なんか声かけられて、だるーと思って。ってやったんですよね。嘘ですけど。感じでやったんですけど、普通に曲聴いとって、でなんか喋りかけてきたと思って傘さしてって見たのよな。そしたらなんかキリがあった。そしたらなんか喋りかけてきて、レナ無視するやんか。でそしたらなんか顔覗き込んできて、傘さしとったから顔覗き込んできて、ここまで出たんですよね。もうちょっとで、ね、このあ左にしとこうか。このグーパンチが出る瞬間まで行ったんですけど、はい、やってやりましたよって感じなんですけど、もうそれ置いといて。で、なんか顔のぞき込まれて、え、何？と思ってこうやって見たら、なんか、逃げられた。多分、未成年って思われたんやろな。なんか、喋られて、って、逃げていきました。で、これが勝ったんかな。ここまで行って、ここまで。最初に声かけられた時は、顔覗き込まれた瞬間ここまで行ったけど、まあ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 、セーフやった。いや多分ガチで、なんか、いやこいつなんか2つがクリストし、マイベルの稼いし、なんかあこれ多分18以上ちゃうわと思って逃げていった。何もそれ以上声かけんと、なんて話しられたか分からんけど、多分めっちゃおもろいよな。いや私18なんですけどと思って、どっちも怪しいしな。じゃあやっぱり前メロのやつ、もうそれはもう話しかけてこへんの、多分ねえ、系だと思われて逃げられたんじゃない。いや多分マジでなんか中学生ぐらいかなみたいな感じだったんやと思う。ちゃんと化粧してなかったし今
絶対な。いや、その覗き込んでくるのがちょっと怖すぎて何みたいな思いましたね。感じです。ツインテールでもポニーテールでもポニーテールでもこれで勝てるから、私は勝てますから。少年の勝利です。いや普通にあのおじさんですね。なんか怖い、なんか声かけおじさんねーみたいな感じ。本気出したい左やねん。勝てると思ったら右、ちょっと怪しいぞって思ったら左そういう違いがあります。私の拳には違いがねあるんですよね。シャム会で戦う、いいよ、勝てるけどね目合わせるとき睨んできそう。逃げてそう、誰から猫パンチじゃないよ、レナパンチマジ強いからね。知らないでしょ、レナパンチの威力の強さ。え、マジやばいよ、天才級。え、なんかさ、ボクシングとか50キロ級とかあるじゃん。そんなんじゃなくて天才級普通に天才級の階級で戦ってた、5歳ぐらいから。天才級のチャンピオンうん、天才級だよ。アンパンチ、レナパンチね。前の人の頭から覗き込んで覗き込んで目合ったらこうやってやってるかも確かにレナパンチ受けてみたい。いや、マジ天才級だよ。握手しないで手にパンチしてください天才級チャンピオンだから本当に天才級のチャンピオンです私。はい、何キロ級とかじゃなくて普通に、なんか体重とか関係ないよね。天才級になって体重とか関係ないんだよね。体重500キロぐらいの人とかもいるんだよね、天才級にそれに勝ったからレナは。グーかと痛い、チャーハン作ったからかな、肩凝ったチャーハン作って肩凝った、痛っ。おやすみメール、やらーい、バイ、一旦終わります。パンチでだごメール、え、ブログサボったかな、ブログサボったかな。メールたくさん書きますね。え、お風呂入るか迷う、どうしようかな。お風呂上がってひじき全然食べてない。もう、なんで開けてもたんやろ開けんでよかった。
メール送る。ちゃんと送ります。お風呂入るか。じゃあ。毎晩この話してる。ねえ、ギョちゃん頑張って。もう手先なんで。はーい。じゃあメール送ってん。お風呂入るか。メールの天才系のスピード。メール送ったらお風呂入りますね。20分とかかな。半とか ?11 時半。色な。やばないエレナってほんまにさ、唇、リップ落としたらほんまに、マジこの色やね。メールご飯の写真送る。任して。バイバーイ。可愛くない？画面全部レナ。天才級アピタイム。バイバーイ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 。